皆様こんにちは。コインパレスの室田でございます。本日は19世紀ビクトリア女王の時代を代表する歴史的大作ウナとライオンを皆様にお目にかけたいと思います。19世紀初頭のジョージ王朝時代からビクトリア期初期にかけて英国貨幣界に君臨したウィリアム・ワイオンが創造したこの有名なデザインですが、当時英国芸術界において主流を成していた新古典様式を踏襲する美しい意匠によって、その後200年以上もの長きにわたり英国貨幣界を代表する名作として受け継がれてきました。当時を代表するコインデザイナーであったウィリアム・ワイオンですが、この作品を創造するに際しまして、ワイオンがそのデザインの手本として採用したものは、19世紀エリザベス1世時代に活躍した英国文学の大家エドマンド・スペンサーによる叙事詩「妖精の女王」でございました。物語の冒頭部分において、旅先のウナは獰猛なライオンと出会います。そしてライオンを唯一無二の友として旅の友とすることを誓います。この物語が象徴しているウナとライオンによる心温まる友情は、このコイン2面のウナとライオンのデザインの主要なテーマとなっております。しかしウィリアム・ワイオンがこの意匠をデザインする上で取った手法は若干異なります。妖精の女王ウナを時の君主ビクトリア女王に、またウナの親友ライオンをビクトリア女王に付き従う大英帝国の臣民に例えるという、この凝った内容はそのままこのコインの裏面のデザインに生かされることになります。こちらが1839年に発行されましたウナとライオンのオリジナルでございます。1837年に即位したビクトリア女王の即位3周年の記念に発行された記念コインセットの中の1枚として発表されたと伝えられているのが、このウナとライオンでございます。コインの中央には大英帝国の臣民が進むべき道を王爵を伴って指し示すビクトリア女王を暗示するウナの姿が見られます。そしてその横にはウナに付き従う忠実な友ライオンが描かれております。この有名な裏面のデザインですが、周囲の碑文も大変特徴的でございます。ウナとライオンの上部に目を移しますと、ディリゲ・デウス・グレッススメオスと読むことのできるラテン語が刻まれております。どういう意味かと言いますと、神よ我が歩みを導きたまえとなります。そしてウナの足元には、このコインが発行された1839年の西暦を示す数字がローマ数字によって刻まれております。大変格調の高い碑文でございますが、中央の新古典様式を象徴するウナとライオンのデザインとの見事な融合を感じさせる芸術性の高い一品でございます。そしてこちらがウナとライオンの表面でございます。1837年の即位以降、63年7ヶ月の長きにわたって大英帝国に君臨した偉大なる君主ビクトリア女王の横顔でございます。歴史的にも有名な左向きのビクトリア女王の肖像でございますが、こちらも裏面と同じくウィリアム・ワイオンがそのキャリアの最初期を代表する傑作として世に送り出した秀作ポートレートとして知られているものでございます。この女王のポートレートでございますが、当時18歳であったビクトリア女王の若々しくもみずみずしい風貌を浮かび上がらせております。こちらのポートレートでございますが、若きビクトリア女王の横顔を描いていることから、ヤングヘッドの愛称で知られている歴史的にも名高い英国貨幣界屈指の名作ポートレートとして知られているものでございます。ポニーテールの髪型が大変特徴的なものでございますが、頭髪部分を注視して見てみますと V 字型のヘアバンドが見られます。これはビクトリアのイニシャル V をデザイン化したものでございます。
大変聡明で、また気品あふれる若き日のビクトリア女王の美しいポートレートでございますが、その秀逸なポートレートに見合う格調高い碑文がこのヤングヘッドの周囲にも刻まれております。ビクトリア・デイ・グラティア・ブリタニアルム・レジーナ・フィデイ・デフェンソールと読むこともできるラテン語でございますが、この碑文は神の恩寵による大英帝国女王ビクトリア中世の守護者という意味になります。コインの両面にビクトリア朝時代最初期の幕開けを象徴するデザインを描くこのウィリアム・ワイオンの大作ウナとライオンでございますが、ゴールドの輝きとともにビクトリア朝時代の栄華とその後の歴史的な意義を表出する英国貨幣史を代表する名作として受け継がれてきたものでございます。またこのウナとライオンですが、そのオリジナルの発行枚数は約400枚ほどが発行されたと記録に残っておりますが、現存するものはそのうち約半数以下とされており、その中でも特に希少価値の高いものとして皆様に本日お見せしておりますこのウナとライオンのオリジナルが挙げられます。プルーフ66、これは試作金貨という意味での希少価値を示すプルーフの呼称が与えられているものでございますが、その後の66の数字は最高鑑定が70になりますので、アンティークコインとしては非常に高グレードを獲得した1枚であるということを物語っております。そしてウルトラカメオという言葉の意味ですが、特別鏡面仕上げを意味する、こちらもコインの査定上重要な表現でございます。ビクトリア時代のみならず英国貨幣史を象徴する名家であり、ビクトリア期を代表する大家ウィリアム・ワイオンの傑作として知られているこのウナとライオンでございますが、発行後200年の時を経て2019年には新たにモダンコインシリーズ偉大なる彫刻家シリーズの第1弾として復刻され、注目を集めたデザインでもあります。そしてその発行を機に再びこのオリジナルのウナとライオンが脚光を浴びることとなりました。英国貨幣史を代表する作品としてのこのウナとライオンは、その美しさと芸術性を伴って今後数百年にわたって受け継がれていく永遠の価値を持つ英国貨幣史上最大の傑作コインであると申せます。